こんにちは。今日は2018年の、10月の19日ですが、もうちょっとすると10月の20日になります。金曜日です。ここは東京浅草神社浅草寺、どっちだかよくわからないんですけど、それ両方ね、ジャパニーズスタイルというわけですね。まああんま詳しい話はしませんが、これから東武線の特急列車スペーシアに乗ります。何頭かおかしいこと言ってんのかなと。スペーシアというのはね、昼間の特急列車とか、まあこの時間にもうすぐ日付が変わろうというところで、今から日光に行きますという時点で普通に考えればおかしいのですが、東武がですね、これは褒め言葉で言ってるわけですが、頭おかしい、夜行列車の運行をしてくれまして、頭おかしくもないかな、まあ結構合理的なんですけどね。夜の遅い時間にこの浅草、そしてこの先北千住、春日部などを出発していって、そして深夜のうちに日光に到着し、朝までそこで休憩をして、かなり早い時間の夜行といいますか、まあ、早朝のバスに乗り換えて朝一番の日光、その霧降高原とか、それから群馬県側ですけどね、丸沼高原とか、そういったところを楽しもうというツアーが設定されているわけです。私はそれに参加させていただくことになりました。しかもスペーシア号のグリーン個室を一人で使うことになっています。東武鉄道では、ね、昔からスノーパル2355もしくは小瀬谷号2355という列車を運行しているそうでして、ツアー参加専用列車ということです。で、もともとは350系とかで、ね、昔の急行型車両っていうの、そういうのを使っている夜行列車ツアーだったんですけど、その車両がもうなんか引退するかなんかでね、今リバティとかそういう車両に変わりまして、またスペーシアでの運行も始まって、近頃の夜行列車引退に伴い、逆にその夜行列車ブームが起こるということになり、それにあやかってかどうかはそれは分かりませんが、西武鉄道、東武鉄道などでちょっと無理やりとも思える、ね、短期間で夜行列車の運転をして、しかしそれを効率的にバスなどと連絡をして早朝の観光を楽しもうというツアー、そういうわけです。このまっすぐ行った先に東武浅草駅があります。実際どうなのか知りませんけど、最終列車っぽい雰囲気はありますね。ちょうど今来たら出てました。今11時10分過ぎたぐらいですが、23時55分発東武の夜行列車は基本的にこの時間に出発するようですよ。まあ、友人改札のところから頼るような切符になるんでね、すいません、じゃあお願いしますと言ったら、最初切符を見た後に、あ、すいません、これね35分から入橋なんですよって言われて、タクシーが変な音を立てますけど、まあ、それいいんだけど、入橋っていう言葉は普通お客さんに使っても分かんないと思うんですが、私だったら分かると思ったのかな、オタクだということがバレたんでしょうかね。ずいぶん混んだ書き方ですね。日光夜行、これだけ手書きになってますから、まあ、他にも小瀬夜行とかスノーパルとかね、列車名を書き換えて使っているということでしょう。東武浅草の特急ホームってね、中間改札っていうんですか、特急券を拝見しますみたいな、そういう切符チェックするところがあるんですけど、もうこの時間になるとそういうのは確認しないみたいですね。まあそれさすがに乗るだろうってことなのかな。臨時と出ています。結構ね、登山ガチ勢みたいな人がいっぱい乗ってるんで心配なんですけど、この格好じゃ寒かったかな分かりませんが、ともかくこれね、グリーン個室、まあグリーン個室と呼んでますが、東武的にはこれはグリーン個室じゃないでしょうね。コンパートメント席というそうです。1人でも4人でも料金は一緒っていうか、まあ確か貸切料金がね、3000円ぐらいだったかな、1室あたり。だから、まあ、1人で3000円だったらいいんじゃないですかって感じ。なんかね、いつもだったらないんですけど、この見慣れないものが置いてありまして、これ見ますと、東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。アイマスクをご用意させていただきましたのでご利用ください。またご使用後はどうぞお持ち帰りください。アイマスクご利用時はお客様ご自身で身の回りの貴重品管理をお願いいたします。多分あれなんでしょうね、普通の座席の人にも全部これが渡されてるんじゃないですか。個室の人ももちろんアイマスクがあった方がいいけど、特にただの座席に座ってる人たちはね、こういうのがあると助かるでしょう。で、今回グリーン個室にした理由というのは、もう他ならぬですね、これを寝台車のようにして利用しちゃろうと、そういう崇高なる計画によるものです。最悪の場合は床でもカーペットが敷いてあるのは知ってますんで、いいかなと思ったんですけど、良さそうだな。いいんじゃないか、これ。お、ああ、いいね。夜行列車で個室って言ったら、普通は個室寝台なわけですけど、座席の個室がついてる夜行列車っていうのも中には歴史上やっぱりあったんですね。昔走ってた列車だと、最近まであったのがドリーム日輪かな、7×7系を使っている時代がありまして、つまり JR 九州のね、黒いやつですけど、日輪シーガイアに使ってるやつ、あれで夜行列車やってる時もあったんですね。
そうするとグリーン個室はこのようにして、ただ一室だけ編成の中にね、このようにゴロリと行けるようなやつがあったんですけど、これ贅沢だな、スペーシアのこれで個室でね、横になって寝台車のようにして行けるというわけです。日光まではおよそ2時間と40分ほどで到着するようですけれど、その後またさらに1時間ほど仮眠をする時間があるそうですが、しかし、まあ、今から結局3時間半ちょっとそのぐらいで起きてまた行かなければいけませんので、今のうちに寝ておいた方がいいでしょう。でもやっぱあれだな、床が一番いいな。床で寝るか。こんなことやったら頭部に怒られますかね。普通車でやったら怒られますけど、別に大丈夫だよな。そのための個室ですからね。その個室の中でのフライを全世界に見せびらかすっていうのはまたどうかと思うんですけど、やっぱ個室車両っていうのはこういう風にある程度人目ははばからずね、後で個室を使う人の迷惑になってはいけませんが、まあ今この中でおかしなことをやる分に関してはプライベート空間ですので、まあ大丈夫でしょう。飛行機にね乗って分かったんですけど、座席よりもそのとりあえず横になれることが重要なんですよね。まあファーストクラスの次にビジネスクラスがいい座席ってのはいいと思うんだけど、その次にプレミアムエコノミーじゃなくて床の方が快適だと思いますね。私はこれで寝よう。でもとりあえずちょっとしばらくの間は起きとこう、上着も脱いでね、下にあれを敷いとかないとちょっと汚れちゃってね、良くないかなっていうような気がするのと、まあ、あともしかしたらなんかこのツアーの説明みたいなことをね、されに誰か回ってくるかもしれませんので、その時に床に人が寝たらさすがに向こうもええってなっちゃうだろうからな。あ、今も人が通ったしね。アイマスクっていうのはこれか。初めて使いました。ご乗車ありがとうございます。名古屋電車は23時55分発日光夜行の東部日光行きでございます。いいな、人を眠くさせるような話し方だ。日光夜行のクーポン券が必要でございます。通路の上、座席番号を網棚の脇にございますので、間違いをご利用するお客様のために通路は歩行できますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。動いたな、動いたぞ。めちゃくちゃ眠いんだけど、まだ眠ってはいない。浅草駅のホームがあるんでしょう。私には分かりませんが、視聴者の皆さんには見えていると思います。私はこれですからね。これで動画撮って YouTube に出してる YouTuber ってなかなかいないと思いますよ。誰も来なかったからもういいだろう。やっぱりちょっと一旦起きて、やっぱ床だな。床で寝たくて仕方がない系 YouTuber ちょっと消せる。あれは全部消して、照度か、これで明るさも変えられ、一番暗くして空調は切って暖房つけてくれたのは親切ですけどね。充電すべきものは全部充電し、こんぐらい見とくか。スカイツリーぐらい見たっていいでしょう。夜更かしの質疑にはなりません。一晩中明るいんでしょうね。見えます。あ、一旦見えなくても別に。また湯本温泉駅連絡バスには3時30分頃の予定でございます。3時30分ね。から空いてる座席は途中北千住新越谷ガスカレーからご乗車になさいますお客様となっております。こういう他の人と気をつかなくていいのはいいですね。なんで下で寝てるのかっていうと、広さがないのと、それからなんだっけ、もう眠いからいいんだけど、あ、そうそう、足が伸ばせないんですよね。モーターの音がすごい響いてくるな。完全に寝てまして、全く記憶なかったんですけど、頭部にこうついてるね。さすがに笑うな。車内放送で言ってな、そろそろ移動開始って言ってたから急がないとな。こういうのを片付けておかないと。床に寝てたんですけど、知らない間に上に移動してたな。誰かここ通りかかって上で寝てくださいとか私に言ったんじゃないだろうなと思うんですけど、やっぱでもこれから言えることはね、寝台は最高だということですね。寝台車、あ、なんか舗装してるか、大丈夫か。昨日の晩に寝たのがですね、まあ昨日というか寝たのが、まあ0時前、23時55分に出て、北千住着く前にはもう確実に寝てましたんでね。で、今の時刻、まあ3時40分なんで、
単純に3時間40分寝たと考えればいいと思うんですけど、寝台車っていいですね。あの寝台車に乗ってはいないですけどね。でもこれ座席車だったら多分こんだけしっかり寝てないだろうなと思いますぞ。はい、いい座席タイプを選んだなという気がします。ほんと途中一切目覚めてないですもんね。なんだったらあと 2,3 時間ぐらいここで休ませてくれたらと思うんですけどね。助役さんがね、見回りに来られまして、もうバスが来てますよとそういう風にね呼びに来られました。なるほど、お客さんはもう誰一人として残っていません。私が起きるのがちょっと遅かったみたいですけどね。でもね、あの慌ててじゃあ急いで行った方がいいですよねって聞いたら、いやいやまだ大丈夫です、あの4時にバスは出ますからということで、そうかならよかったという感じです。4時だったら一応夜行列車っぽい時間ですよね。翌朝という感じがします。眠くてよくわかんないけど、確かに東武日光の駅に着いたようです。ほんと眠いな。自動改札も停止しまして、完全なるフリーパスです。来た来た、東武日光だ、確かにそうだ。こんな時間の真っ暗に来たのは本当に初めてですね。日光って早朝に出発するとかあんまないですもんね。まあ中禅寺湖くらいだったらね、修学旅行みたいな時にすごい早く来ましたけど、標高は543メートルと書いてあります。結構寒いですね。まあまだ上着は着てないけどね、今ここで上着着て寒いと言っているようだと、この先奥日光の方へ行ったら大変なことになりますんで、まあよかった。後ろのこのバスに乗っていくようです。前2台がね、あの湯本温泉なんですが、私はそれよりもさらに奥に行くツアーをなぜか選択してしまったんでね、丸沼高原行きですよ。群馬県まで行きます。今華厳の滝のすぐ近く、もうちょっと行けば中禅寺湖のほとり、そういうところまで来ましたけど、やっぱちょっと寒いですね。まあそこまででもないけどな、この間の軽井沢と同じぐらい、多分気温は10度あるかないか、そんぐらいでしょうかね。この格好だと寒いですけど、まあまだ上着持ってきてますんでね、なんとかなるかなって感じなんですけど、でもこれからさらにまだ標高が上がるんですよね。なんで丸沼高原の方にしちゃったかなって感じなんですけど、でもまあ一応雨は降ってないようだからいいか、あのなるべくそそくさと帰ってくることにしたいと思います。風を引きかねないから。やっぱね、朝一番ってのもいいんですけど、でも本当にしっかりした装備を持ってね、あの寒さに対応した人じゃないと、朝の奥日光ってちょっと辛いものがありますよね。やっぱり